日ごとの過程2021年8月14日いかに幸いなことでしょう主の定めを守り心を尽くしてそれを尋ね求める人は詩篇119編52節この命は現れました御父と共にあったが私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に明かしし伝えるのですヨハネの手紙第11章2節 主の定め、主の教え、主の心。それらを知るために、またそれらを守るために、どうしたらいいんだろう。まあ私たちは実はですね、これ途方にくれるしかないように思うんですよね。ただ、イエス様が来てくださって教えてくださった。イエス様が来てくださって生きてくださった。イエス様が来てくださって見せてくださったという、まあそれをヒントにですね、 まあ、いろ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 考えを深めていく思い巡らしていく中でちょっと希望が見えてくるような気がします。ただ今イエス様は私たちの目に見える形ではおられませんので私たちは聖書の言葉を読み想像をたくましくしてイマジネーションを膨らませてあれこれこの文脈を考えたり背景を考えたり どうしてイエス様はここでこういうふうに言ったのかなとかどういう状況だったんだろうというふうなことを考えながら神様の心を知るということになるんだと思うんですよねただ私は最近キリスト教は本当に長い歴史の中で言葉で教えるということに慣れてきていてですねなんか私言葉の限界というのを感じることがあるんですよね分かったつもりになってしまうというかその言葉を聞いてなんかもう自分は 分かったつもりになってしまう。これ概念なんですよね。で、それらの言葉がこう生きる力になっていない。概念としてではなくて、心を揺り動かし、生きていることを実感できる喜び、希望の言葉の勢いというか、それをどういうふうにしたら受け取ることができるんだろう。まあ、そんなことをこう考えることが最近特に多いんですよね。まあ 希望がこう見つけにくい、えー、恐れが不安が押しかかりやすいこういう時代だからこそ余計にそれを感じているのかもしれませんけれども周りの状況がどうなろうとも本当に生きる力がこう押し寄せてくるようなそういう勢いある言葉というよりもなんか実体験と言いますかね神様が本当にこう人生を押し出してくださっているというそれを 味わうためには、どうしたらいいのかなということを最近本当に真剣に考えています。言葉という、言葉での教えを超えた何かという、もちろん言葉を否定しないんですけれども、まあ一つにはその自然に触れるというのは、その手段の一つなのかもしれないなと感じています。土に触れるとか、木に触れるとか、あるいは食物を。 植物を育ててみるとか、えー、花を育ててみるとか花に触れてみるとか花の香りを嗅いでみるとかうんそういうふうなことで何かこうあこの木も生きてるな花も生きてるなと感じるでそれをこう分けてもらうことでああ自分も生かされてるんだなということを感じる。 何かこう言葉の世界を超えた感じる世界というのをもう少し体験できたらいいのかなと感じることが多いですね。で、そういうふうにすることで、あの、神様の掟きを学ぶ、つまり生きるんだよということ、愛するんだよということを学ぶ、そういうヒントが溢れてるような気がしますね。もちろん言葉は大事です。いかに幸いなことでしょう。主の定めを守り、 心を尽くしてそれを尋ね求める人は、この命は現れました。恩知と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かしし伝えるのです。祝福がありますように。